もう一つその前段にあったのがピザ調査ですね。これは皆さんご承知のように、OECD がやっている世界共通の学力試験です。で、15歳の子どもたちが受けるわけですけれども、これが2000年代に読解の科目が日本の子どもたち8位から14位、14位から15位と自利品になって、これが学力低下問題の議論のきっかけになりました。ただこれはですね、参加国数が増えていた時代なんで、優位な数字で日本の子どもたちの学力が劣ってたわけではないんですね。これはゆとり教育を批判するための、ためにする議論だったと僕は思ってますけれども、ただいくつか問題があります。一つは日本の子どもたち博士回答率が高いと言われています。要するに諦めちゃうんですね。双子ブラクダの下の方の子たちが諦めてしまう。あるいはもうちょっと厳密に見ていくと、どうも複数の答えがある設問に対して博士回答率が高いと言われています。要するに今までの日本の授業というのは教員が正解を抱え持っていて、それを当てさせるような授業をしてきたので、複数の正解のある設問だと、これ子どもたち何を聞かれているのかさえ分からずに、博士で出してしまうのではないかと考えられています。その中でもですね、一番日本の教育界にショックを与えたのはこの落書き問題といわれる問題と、これは皆さんもご承知だと思うんでちょっと端折って説明しますが、ある人がですね、自分の家の塀に落書きされて困っているという投書をしました。別の人がですね、いや落書きもアートじゃないかと、その世の中にもっと醜悪な看板とかが資本の力で設置されていて、あっちを規制しろというふうに投書をしました。さてどうでしょうみたいな問題だったんですね。もちろん、説問はもっとちゃんとしてるんですけど、でさてどうでしょうって言われると日本の子ども困るわけですよね。落書き悪いに決まってるじゃんというわけで、僕はこれ今でも中学校や高校 の生徒たちとのディスカッション型の授業のため題材に使うんですけど、ちょっともうちょっと答えられやすいように、じゃあ自分の家で落書きされた場合に許せるのはどんな場合だろう、あるいは公共施設でに落書きをされた場合に許されるのはどんな場合だろうかっていうのをよく聞きます。どんな場合が許せないっていう答えもありなんです。許せないっていう答えでもいいんですけど、許される場合でもいいですか。はい、はい、自分が許せるでも社会的に許されるビジュアル的に優れて優れたらそうですね、はい、私は許せない。許せない和やかな気分になれる。和やかな気分、はい、そうですね。特に高校生なんかの時には女子の学生に「じゃあ嵐の桜井君が書いたらどう?」って言うと「じゃあいい」って言いますと、これも正解です。自分の好きな人が書いてくれた。それから僕が一番気に入った答えの一つは、これ小学生が答えたんですけど、明日その壁が取り壊し予定だった。これすごいいい発想ですね。私書く内容ばっかり考えちゃうんですけど、この設問にはその壁は明日取り壊し予定ではないとは書いてないんです。で、明日取り壊し予定の壁に落書きしてそれを起こるのはちょっと相当偏屈な大人だと思う。これも正解です。あるいは観光名物になりそうだったらとか、裸の大将みたいな人が来てくれ、書いてくれたりと。そして何千人に一人ですけど、こういう答えが出てきます。独裁国家だった。要するに落書きでしか表現できなかった。命がけでその人が夜中に外国の大使館の壁かなんかに打倒なんとか体制と書いたとします。それをもう落書きなんかしてって無邪気に、民主主義国家に生きている私たちが無邪気に消せるかっていうことなんです。 OECD が経済協力開発機構がピザ調査をやるということは、15歳の子どもたちに何を求めているのか、要するに地球の裏側では国家体制が違えば落書きでしか表現できない人も世界にはまだまだいるんですよということを理解する能力を子どもたちに求めています。これが本当の意味での、異文化理解能力です。で、この異文化理解能力を中心に据えて教育を進めてきたのが、フィンランドでした。京都はですね、京都市はこのフィンランドメソッドを非常に早くから取り入れて国語教育などやってますので、ご存知の方も多いと思いますが、フィンランド の国語教科書なんかが翻訳されて日本でも出版されておりますので、ご覧になった方も多いと思いますけれども、ぜひそこで見ていただきたいのはですね、各単元の一番最後が演劇的な表現になっているのが非常に多いんですね。
今日読んだお話の先を考えて人形劇を作ってみましょうとか、今日読んだお話の一番好きだったところを演劇にしてみましょうとか、今日のディスカッションを利用してラジオドラマを作ってみましょうとか、要するに、アウトプットを集団でやるものが非常に多いんです。なんでこうなってるかっていうと、フィンランドに象徴される、まあ、ヨーロッパの国語教育の主流はですね、インプット、感じ方は人それぞれバラバラでいいと、でもアウトプットはそのバラバラな人間が一緒に社会を構成していかなきゃいけないので、一定時間内にきちんと集団で出しなさいということなんですね。フィンランドっていうのは要するに冷戦時代は西側諸国の一番端っこにいて、要するに亡命した人とかたくさんいるわけですね。そうするとその優等生的な子が落書きなんかダメに決まってるじゃないかって言ってもですね、その隣にですね、隣の席にもうそれ言ってるのはわかるけど、うちのお父さん反体制運動してて抗議の文章を書いて捕まってたんだよ、10年捕まっててやっと牢屋から出てきてこの間亡命できたんだよって子が隣にいるかもしれないんです。その隣の子にお前の親父バカだな落書きなんかして言えるかっていう問題なんです。要するにインプット感じ方は宗教とか文化が違えば、先ほどのカードのゲームでやったように同じ日本人でもあれほど違うんですからね、言葉から受けるイメージでもっと全然もうバラバラになってしまうわけです。その感じ方はバラバラでいいし、それを一つの規範、言語規範に統一するのはもはや無理だと。それが国語教育の役割ではないということです。要するに日本の国語教育って明治時代に一つの言語規範にまとめることが国語教育の重要な役割だったわけですよね。近代国家っていうのはそれどうしてもそこを経ないといけないわけです。強い軍隊を作るためには、薩摩の将校の命令を津軽の兵隊が聞くためには強い言語規範をみんなが共有しないと近代国家って成り立たないわけです。しかしもうその使命は終わったんだと。これからはいろんな民族、いろんな文化の人がその文化を守りながらどうやって社会を構成していくか、そっちの方が、重要になっていくと。ただしそのためにはアウトプットはきちんと集団で出しなさいということです。これ従来型の日本の国語教育と正反対になっていることは分かりますね。私たちはこの作者の言いたいことは何でしょう、50時代で答えなさい、丸か×かみたいにインプットを相当狭めておいて、アウトプットは個人の個性だってことで作文とかスピーチとかに任せてきたわけです。でも現実の社会はどちらが近いですか。アウトプットがバラバラでいいなんて会社があっけなく潰れますよね。製品開発さえできない。だけどどんな企業も若い多様な意見は必要なんですよね。だからどうやってまとめるかっていうことがここでは重要になってきます。多分日本の、こう話し合いはですね、 A さん、 B 君、 C さん、 D 君、 E さん、いろんな意見が出て、例えば B という結論になったらこの B という意見を言った B 君が褒められると思うんですね。あるいはちょっとユニークな意見を言った D ちゃんも褒められるかもしれない。でもフィンランドでは違うんですね。これまとめた F 君が褒められる。おそらくこれ日本でいきなりやると子供大体文句言うと思いますね。F 君まとめただけじゃん、何も言ってないじゃん。でもフィンランドではまとめた子が一番成績もつくようになってるんですね。要するにもういろんな意見が出ることは前提なわけです。で、私たちちょっと幻想があったと思うんですね。欧米の教育は個性尊重だと、だからユニークな意見言った子が褒められるし、ユニークな意見が言える子をちゃんと育てようと。でももうユニークな意見が出ることは前提なんです、向こうでは。だから誰がまとめるかが重要なんです。これこの話するとですね、日本の先生方真面目なんで、金子みすゞですね、みんな違ってみんないいですねって言うんですけど、違いますからね。みんな違って大変だってことを言いたい。みんな違ってみんないいなら教育の必要ないでしょ、ほっときゃいいんだから。それはみんな違って大変だから、それを乗り越える力をつけようというのが、この合意形成、本当の意味での合意形成の力。これ55分まで。まだ時間は十分。あ、そうですか。あ、そんなにやっていいんですか。まだまだある。はい。それで、ですね、要するに OECD が、経済協力開発機構が、そのこういうことをやるということはですね、要するにもう多文化共生だと。はいはい、あ、すいません、あ、ご注文ください。はい、多文化共生だと。どんな組織、どんな企業、どんな自治体、どんな国家もですね、
いろんな民族、いろんな文化、いろんな宗教の人間が雑多にいた方が、雑多にいた方が最初はちょっと大変だけれども最終的には持続可能な社会になりますよってことなんです。生物多様性と一緒ですね。で、日本はですね、非常にまあ均質な社会を作ってきたわけですよね、140年かけて。でこれもこれなりの強みはあるわけで、高度経済成長とか富国強兵とか一つの目標に向かっていくときにはですね非常に強い力を発揮するんですけれども、不況、今のように不況になるとですね、経済が停滞するとですね、みんないっぺんに消費を控えてしまうのでなかなか不況から脱することができない。これいろんな移民とかですね、いろんな人がいるとですね、これチャンスだと思って土地を買い漁るやつとかですね、いろいろ出てくるんですけど、そういうのは出てこないですね。要するに持続可能な社会になってないわけです、日本の場合には。これどうにかして変えていかなきゃいけないわけですけれども、で、その最初はちょっと大変だけれどもの最初の大変さを乗り越える力を15歳の子どもたちにつけてあげてくださいというのがピザ調査の一番の眼目なわけです。これが本当の意味での異文化理解能力であり合意形成能力なんですね。でここのところを抑えてないと、なんとなくこうヒステリックにこう、コミュニケーションコミュニケーションディベートだディスカッションだっていう話になっちゃうんですけど、まあ、そういうものではないと、いうことです。さて、でこれを私はずっと協調性から社交性というふうに呼んできました。まあ、大体作家とかですね、芸術家になるような人間はですね、平田君は自分の好きなことは一生懸命頑張るけれども、どうも協調性に欠けるようですっていうのは小学校1年生からずっと通信簿に書かれてきたような人間が芸術家とか作家になりますね。で私はですから協調性はないわけです。自分の好きなことしかやってきませんでしたから。でも演劇は集団でやる芸術なので社交性はあるんですね。どんな嫌なやつとでもどうにかしてうまくやるわけです。幕が降りるまで、ね、どうにかしてうまくやるんですね。でもうプロの世界なんてひどいもんで、こうやって舞台上であなたがいなきゃ死んじゃうわみたいにやってても、もう楽屋帰ったらそっぽ向いてるような連中たくさんいます。もう沢尻エリカみたいなばっかりですね。でもあの子ね、あれ外でやるからいけないんで、別にやらなきゃね、いい女優ですからね、全然問題ないんです、私たちの業界では。これ社交性です。しかしこの社交性という概念はですね、日本のこれまでの日本の通念では上辺だけの付き合い、表面上の交際といってマイナスのイメージだったんですね。で、私たちは心から分かり合える関係を作りなさいと。心から分かり合えなければコミュニケーションではないと教え育てられてきました。でももう日本人は心から分かり合えないんです。と言っちゃうとちょっと身も蓋もないですね。私、繰り返し申し上げてますけども、北は利尻島から南は与那国島まで本当にいろんなところで授業をさせていただいてます。で、まあ、そういうところの小学校の生徒とか本当かわいいですね。医学理頭でも 目キラキラしてて、まだまだで、そういうところで、はい、じゃあ今日は大阪大学から平田先生来て国語の授業やりますからね、みんなよく聞いてねって言って、で子どもたちに、もう心からなんか分かり合えないんだよって言って、これもう授業じゃなくなっちゃいますから教育じゃなくなっちゃうので、まあ、そうは言いませんが、高校生にはこういうふうに言います。心から分かり合えないんだよ、すぐには。心から分かり合えないんだよ、初めからは。これはですね、日本人のコミュニケーション観、コミュニケーションに対する考え方の大きな転換点に来てるんだと思うんですね。心から分かり合うことを前提にし、最終目標にしてコミュニケーションというのを考えるのか。いや、人間ってのは分かり合えないんだと。分かり合えない者同士がどうにかして共有できる部分を見つけて、そこから少しずつその共有できる部分を広げていくのをコミュニケーションと考えるのか。まあ、実際私たちは国際社会に行ってたらもう分からないことばっかりですね。パレスチナの子どもの気持ち分からない、イラクの人たちの気持ちも分からない。でも分からないからほっといていいっていうことではないですよね。分からない人間同士がどうにかして共有できる部分を見つけて、そこを広げていくのが外交であり国際関係なんですね。日本が外交ベタだって言われるのはですね、要するに友好親善しかないわけです。だから異なる価値観を持った人間が出てくるとですね、もう切るカードがなくなっちゃうんですよね。でこれをどうにかしていかなきゃいけない。嫌がおうでもですね、国際社会を生きていかなきゃいけない。これからの子どもたち若者たちにですね、協調性がなくていいとは言いません、言いませんが、しかし日本の子どもたちはまだまだ
世界標準から言えば集団性は強い方なんですよね。だとするとプラスアルファの能力として何が必要なのか、要するに教育でつけていかなきゃいけない能力は何なのかというこの僕は社交性の方だと思うんです。異なる価値観、異なる文化的な背景を持った人間ともどうにかしてうまくやる、友達にならなくてもいいから敵にならない、そういう社交性の方が僕は大事なんではないかというふうに考え